木馬。木馬は、木で作られた馬、特に子供のための玩具として作られたものを指す。馬を模した玩具は起源前から存在するもので、また世界中で広く例が見られる。玩具としての木馬は、子供がその背にまたがって、後に揺らして遊ぶもの、揺すり。木馬と長い棒の先に、馬の頭をつけ、棒の部分にまたがって遊ぶもの、棒。 馬の二種類に大別されるが、ゆすり木馬のように全体が、馬の形をしたものでも前後に動かないもの、車輪がついていて引っ張って遊ぶものなどもある。子供が背に乗って揺り動かすための木馬は、木製の玩具としては、歴史的に最も古いと考えられ、その源流は、紀元前五世紀まで遡ることができる。玩具史か、アントニア・フレーザーによれば、この頃のギリシャの政治家、 軍人アルシバヤです。紀元前450年度404年なる人物が自分の子供にまたがって遊ぶための木馬を与えているとい、同時期の古代エジプトオキシリンコ水石からも木製の馬が発掘されており、もともとは車輪がついていたものと推測されている。紀元500年にはイギリス、フランス、ドイツ諸国に木馬があったが、これには 地中海世界を広く征服したローマ帝国の遊戯文化が背景を成していると考えられる。戦士や兵隊への憧れもあり、木馬は中世から近世にかけても子供に人気のあるおもちゃであった。現在よく見られる弓形の台に乗ったタイプのゆすり木馬は19世紀初頭のヨーロッパにおいて広く用いられていたものである。こうした木馬の生産は19世紀半ばから 工業化され大量生産されるようになった。日本においては、武士の指弟が乗馬の訓練を行うための木馬が古くから存在しており、戦国時代の武将、武田信玄がその幼少期に自分の木馬に取り付いたものの毛を退治したという伝説もある。この種の木馬は厚板で作られており、手綱やあぶみをつけ、これを使って無知の当て方や乗り降りなどの練習をした。 蔵をかけておく道具としても用いられ、蔵掛けと呼ばれている。このように乗馬を習うために木馬を用いる例は、中国にもあったという。上術のようなゆすり木馬が入ってくるのは、明治時代であり、当初はもっぱら上流階級の過程で用いられていた。2014年現在、ギネスブックには、世界最大のゆすり木馬として、イスラエルカディマノ・オファーモアという人物によって、制作された。 長さ7.6メートル、幅3.22メートル、高さ6.10メートルの巨大木馬が登録されている2010年登録。棒馬、ホビーホースと呼ばれる棒の先に馬の頭をつけた木馬も古くから存在しているもので、古代ギリシャの哲学者、ソクラテスの家にもあったという、中世ヨーロッパの規範画や彫刻にも頻繁に現れており、 中世世界全体に広く普及していたことがわかる。ヨーロッパではトランペットで工場を述べて、ホビーホースを売る行商がいたほどの人ぶりで、17世紀には30年戦争の終結を記念して作られたペニー銀貨の絵柄にもボーバが使われた。古事によれば、当時、ハプスブルク家に仕えたイタリア出身の軍人、ピコローミエ大公のもとに100人余りの子供がボーバを持って訪れ、 この記念銀貨をもらって帰っていったという。ただしボーバでユリ木馬を指す用法もある。ホビー、ホビーはもともと、ゆっくり歩く、中小規模の馬を意味する言葉で、14世紀において、すでに中英語保弁の形で使われていた。今日ホビーが、楽しみ、趣味を意味するのは、気晴らしをするという意味の慣用句2ライド1、S ホビーホース、ボーバに乗るが転じて、ホビーの本義になった結果である。 このほか、スティックホース、スティックホース、コックホース、コックホースの呼び名もあり、後者の呼び方は著名なマザーグース、ライド、エ国コックホース2バンベリークロスにも現れている。ボーバはまた、伝統的な祭礼で、踊り手が腰につけたり、仮装者が頭に折ったりする、作り物の馬を意味する言葉としても用いられている。日本にも竹を使った、同様の伝統玩具があり、 春駒と呼ばれている。もともとは、馬の頭がなく、単に竹の棒に紐をつけて、手綱に見立てたものが始まりで、このような玩具、竹馬は、平安時代にはすでに存在し、文献では、造元法は901年に、最古の研究が見られる。江戸時代中期の絵像紙では、練り物の馬の頭がついた非常に凝った作りの駒が描かれている。現在一般に、竹馬と呼ばれている。 竹竿に横木をつけてその上に乗って遊ぶ玩具も、竹竿の部分またがって遊ぶ古い、竹馬の変形として、江戸時代に現れたものである。中国にも棒馬にあたる、同様の玩具で、馬木、マール、ゴウマサンロイと呼ばれるものが存在しており、紀元前一世紀にすでにこのような玩具が遊ばれていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。